これも時代を振り返ると見えてきますよね。まあ戦後なんですけども調味料に醤油、塩、味噌ぐらいしかなかった。だから醤油ラーメン、味噌ラーメン、塩ラーメンの店しかなかった。なので今のおじいちゃんおばあちゃんたちはどんなラーメンを好むかっていうと塩、醤油、味噌とかシンプルな味を好みますよね。で次、1990年代は中心客層である若いお客様の求める新しい味をかっこいいスタイルで提供するラーメン屋が出てきて成功していった時代です。 これどういうことかっていうと今まであった普通の中華そば醤油ラーメンっていうものを新しい味でかっこいいスタイルで提供しだしたラーメンが流行っていったという時代です。それどういうことかっていうと麺屋武蔵ささん、んん一風堂さんなんかもそうですよね。はいこちらの写真これ麺屋武蔵さんなんですけども普通の中華そばにさんま節を入れてチャーシューも分厚くして店内もこのようにかっこよくしておしゃれにして。 で、店内に流れる曲もジャズをかけてとか、スタイルの麺上げもショーみたいに上げてやっているとか、そういったことをやったことで、その当時、若い子たちが求めていた、ちょっと変わった、ちょっとかっこいい醤油ラーメン、ちょっとかっこいい味を求めて、そこのお店に行列ができ始めたっていう時代ですよね。はい、次、2000年代に入ってっていうところですね。2000年代っていうのが、ちょうど僕は2000年に二十歳になりました。1980年生まれなので、で、さっき言った、 醤油塩味噌しかなかった時代じゃなくて2000年代というのはこちらに書いてある通りケチャップマヨネーズソースなど濃い味で育ってきた世代です僕なんかでもそうです実家で食べる焼き魚の横には必ずマヨネーズがついていてますで卵焼きの横にはケチャップマヨネーズがついていますそういう時代ですよねなので僕たちが僕たちが二十歳の頃に求めてた味っていうのは濃い味を求めていましたでその時代に生えったお店が六輪車のつけ麺であったり ぎ、えー、さんだったりあと大阪でいうと福島のジェットさんで無鉄砲さんなんかもそうですねああいう農耕系がすごい流行った。なぜ流行ったかとというと その当時の20代、30代の若い子たちが濃い味を求めてたからですよね。で、2019年頃からスパイス系、シビカラ系も入り出しました。これはどういうことかっていうと、要は濃い味だけじゃ満足しなくなったんですね。そこに刺激を求め始めた。なので、シビカラ系とかがすごい流行り出しました。今、大阪でもそうです。スパイスカレーというものが入りました。いろんなスパイスが入ることによって、複雑な味になる、深い味わいになるっていうものを、みんな今の若い子たちは求めていっていますよね。 なので麺麺や麻婆麺なども流行りましたで。こちらの写真はうちの江西の担々麺なんですけどもうちの担々麺もカルダモングローブみかんの皮八角クミンいろんなスパイスを使って作っている担々麺です。